どうも、ミルキー塩です。よろしくお願いします。大阪での話なんですけど、まあ、僕、柔道20年以上やってるんですけれどもね、まあ、その、友達とかね、先輩後輩とかもやっぱ柔道やってる人が多いんでね、まあ、おのずとってこともないけど、なんか警察になってる人とかもね、たまに聞くんですよね。で、一遍大阪のね、家の近所の商店街歩いてたらね、警察官の人がね、二人、いましてですね、仕事中かなんかでね、でチラッと見たらね、中学の時のね、柔道部の後輩の子やったんですよ。なんか顔が特徴的やったんでね、めっちゃ覚えてて、あんまり喋ったことないけどなんか覚えてるみたいな感じでね、であれと思って、であんまり喋ったことないけどなんかもうじーっと見て、近くでじーっと見て、パッて目やったから、もうこれ声かけなしゃあない、しゃあないってことないけど、そんな感じになってね。で、僕が、あ、久しぶりーみたいな感じで、覚えてるーみたいな、言ったんですよ。向こうが、あ、覚えてますよーみたいな感じでね。いや、元気してるよ、びっくりした、こんなとこで会うなんて、みたいな僕が言ってね。で、向こうが、あ、そうっすねーみたいな。あれなんかあんま乗る気じゃないな、みたいな。気づいてないんかな、あれ僕って分かってないんかなと思って。ほんで、覚えてるやんねーって言ったんですよ。ほんなら、おー、覚えてますよ、それはもちろん、そんな、忘れないっすよ、みたいな言われて、あ、そうやね、あ、よかった、みたいな。でもなんか二人で仕事中みたいやったんでね、もうあんまり長話もできないんで、じゃあ頑張ってねーって言って、通り過ぎて行ったんですよ。で、通り過ぎすざまにですよ、その後輩と一緒にいたもう一人の警察の人が、え、知り合いっすかみたいな感じで聞いたんですよ。それ聞こえたんですよね。え、知り合いっすかって聞いたんですよ。ほんなその後輩がね、あー、去年、食い逃げで捕まえたやつやわって言って、いや違う違う違いますよっていう去年食い逃げで捕まえたやつやわって、いや違いますよ、誰と間違えてるんですかっていうねそんな食い逃げ犯に似てたんやっていうね、悔しかったです。すごい覚えられてなかったことも悔しいし、食い逃げ犯に似てたっていうのも悔しかったっていうね。そのまま僕なんか戻って訂正するのも変なんでね、そのまますごね、食い逃げ犯のようにね、すぐすぐ逃げていきました。ということでね、なかなかね、知り合いに会った時っていうのはね、思い出せない時っていうのはドキドキしますね。今回は逆でしたけれどもね。はい、という、そんなことがありました。どうも、ありがとうございました。